こんにちは。こんにちは。今日はちょっといつもと変わって、はい、テニスコートなんですけど、皆さん、ピックルボールってご存知ですか？それご存知ですか？知ってはいます。今、アメリカでめちゃくちゃ流行ってる。ソック。元テニスプレーヤーのジャック・ソックって選手も、ピックルボールの転向してる。転校までは行ったか分かんないですけど、まあ出てました。テニス引退してそのピックルボールを変えて出てました。はい。今ちょっとテニスとあと卓球、あとバドミントンをこう組み合わせた、はい、スポーツみたいなですね。はい。ちょうどこうボールとあのラケットを手に入れることができたので、はい。実際ちょっと今から初体験です。はい。菅谷コーチ実際に。初打ち、もうあの本当に初見プレーなんで、はい、実際にやっていきたいと思います。はい。それとコートもあの、ちょっと作らせていただいたので、こういった形で、はい、やっていきたいと思います。ちょっとゆる動画になりますが、はい、ぜひお楽しみください。ではね。プラスチックの野球ボール当てます。でラケットがこう卓球のこれちょっとあの本当はカーボンなんですけど、はい、たまたま今日使ってる木なんです。はい、カーボンでちょっと卓球ラケットに近いものになってます。ここより前で。あ、そうなんですよ。ピックボール。Thank you.
ポジションです。いやいや、まあ、なんかこう展開の練習とかですごくなりました。やっぱサービスゲームがなんか取るのがすごいめちゃくちゃ大事なんですよね。前作がいたらまた変わる。ダブルスだったらまた確かに本当にボレボレ戦になるのかな。シングルスロースの戦い方が難しい。シングルだとリターンめちゃ有利。そう、リターンめちゃくちゃ有利なんで、すごい。でも思ったより動くし、頭もすごい使って、はい、ぜひぜひ。まあ、テニスよりコート小さいんで、まあ僕が大事ですけど、テニスコートいっぱいもうアップダウンがあるかというのは、ね、あのどなたでも楽しめるかなと思います。はい、なんでぜひ。あ、ちょうど今度、はい、6月の16日に、なんとですね、溝の口校でもピックルボールの体験会を、はい、行いたいと思いますので、はい、ぜひ、下の方に、はい、のっけときます。あ、本当ですか。はい、のっけときます。はい、ここに6月16日日曜日、16日日曜日、日曜日、はい、19時から、ピックルボール、夜、はい、上の方かな。で、やりますので、ぜひ、はい、ピックルボール体験しましょう。僕も一応参加します。はい。もう参加するので、ね、はい、19時からお待ちしております、日曜日。はい、詳細はまた、皆さんに告知させていただきますので、はい、一応この辺に届けておきますのでね、ぜひチェックよろしくお願いします。はい。はい、で今日はお話が終わります。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。